って待ってくれ。ほらない。ほらない。というわけで夏といえばホラー。まあそうですね。ホラーといえば ST スタジオ。はい。ああもう。ということでね、皆さんが今怖いのを欲している時期という。ということで本日はヤバい映像が発見されました。なんだと。何やつ。そちらを最後に紹介していきたいと思います。よく発見されるな。まずはホラーナイト。調査班ホラーナイトからやっていきます。はい。お願いします。お願いします。遡ること4ヶ月4ヶ月遡るな。精神崩壊者最強心霊スポット黒い家。精神が壊れた人が作ったと言われているヤバい家に行った時の、まあ、出張ホラーナイトです。8分40に必ず死ぬ。最後に家の中を見た。最後に家の中を見た。うわー、完全にやばい。やばいしかもなんか誰でもないもんな声が。しかもこれ俺とノリが声聞いた場所だよね。どういうこと、何してんの。ちょっと待って、うん、俺の声が聞こえた。待って今日はジャブねえぞ。ジャブねえかもしれない。ねえな。えぐい日かもしれない。続いて1週間のニジュース生活。おお、うん、こちらの5分8秒でなんか柱に手が映ってる。手パパラッチか。え、次俺飲む。あとノリさん、あとノリさん。これノリじゃね。ノリの右手でこうやってるってこと。うん。パパラッチか。え、次俺飲む。あとノリさん、あとノリさん。いや、なんかおかしい。おかしいよね。やっぱ急にその前ノリ右に手動かして、うん、こういってね、速度おかしい。おかしい。こんなんでいかないといけないレベルの動きしてる。そもそもあそこ出るときにさ、手置く、置かないんだよ。こうする、しない、やってみて、することか。あるそうする。ない。なんか気持ち悪いな。だいたい普通に。そう、まずそこで、うん、締めに行くよ。え、まだありましてですね。え、9分45で声がすると。怖え。いた。うわー。あー、ノリが死んだ。ノニでイケメンは作れる。ノニでイケメンは作れる。タワーボーじゃないか。俺っぽいよね。これって普通に消したの。でもね、俺も思ったんだよ。クーラーでしょ。俺も思った。クーラー、俺も誰か先消したと思う。俺誰か消したんだと思って。てか、そうなんだよね。この現象初めてちゃうで、ちなみに。誰か消したと思って。いつからその空調の音を切るためにエアコン切るようにしたんだろうと。てかさ、聞いて。今日俺、そこいたのね。そこ寝っ転がって、そこは全然つかない、あっちな、みたいな話してて、上からなんか水落ちてきたの。ええ水滴落ちてきたの。今日いたよね。俺いたね。見てたけど全く意味わかんなかった。お前来てたから水滴落ちてきた。ホラーなんだよお前いた。そうここで水落ちるって何って思ったの。夏だからちょっとやばいんじゃない。うん、まああるね。最近エアコンの話したしさ、恭平の。うん、ああそうだ、エアコンの夏のプロダクトの話。続いての動画が、はい、動画に入り込んだ例の子逆再生したらヤバすぎるメッセージが。まあこれヤバいです。動画でも何個も絶対もう確認できてて取り上げてるんですけど、他にもあり。絶対後から怖いのよこれは。3分22秒母さん。母さん子供系。ああ聞こえるわ。聞こえるね。で、なんかうんで終わってるでしょ。うんで終わってるでしょ。うんで終わってるでしょ。これはノリだ。絶対俺は。そのあれを真似たんだな。そうそう、この動画で確かあったもんね。もう本当に別で特集したやつがもうお母さんみたいなこと言ってる映像があったから、調べてる人に気づいてしまったんです。母さん。母さん。それの真似をしただけだと思う。こんなに入る。頭おかしすぎでしょ。するすぎな。聞こえてたまるか、こんなの。よかったのり。続いて都市伝説、世界のめちゃくちゃすぎる犯罪者8000。4分42秒でなんか声が聞こえると。嫌な秒数やな。
事件は大阪で起きました。大阪、さすが一番起きたぞ。そんな誇らしげに言うとこじゃないで。ひったくりっていうのかな、ひったくりっていうのかな、無理じゃね、ひったくりっていうのかな。捜査班の人とかに言うのこと例だと思って。ではメインの動画に移りたいと思います。こちらあのツイッターのリプでですね、僕に調査班の方からリプが来まして、おー来ましたか。結構エグいんですよ、これに関しては。僕確認してしっかり顔映ってます。顔なの、顔か、顔きた。でその動画が7ヶ月前ぐらいなんですけど、めちゃめちゃ前か。今までの怪奇現象と比べないレベルで女性の顔が完全に映り込んだっていう、結構怖いやつなんですよ、ね、一番やばいやつよ。ただですよ、映ってあの多分これが映った時のだよね。一回戻した時の動画でもうがっつり顔映ってるんですよ。ちょっと概要欄にこれあるんで、これ結構昔なので、ちょっと概要欄からぜひ見てもらったら分かりやすいんですけど、怖いもんあれ。でそれでキッチンの方を映すシーンがあるんだけど、動作にポッて顔が現れるんですよ。うっそ、顔距離感もなんかもう電子レンジっていうか、遠さとこれぐらいじゃなきゃ映らないぐらいの大きな顔が映って、ええ何それ。5分43秒です、皆さんちょっと探してみてください。それこそさ、今まで一番良かった。え、何落ちた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 、やばい。え、てか何今の、え、何落ちたんだろう、全然わかんない。え、これです、これです。え、え、え、嘘でしょ、何それ。え、目鼻口ある、うわ、ほんまや。え、何落ちた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 、やばい。え、てか何今の、え、何落ちたんだろう、全然わかんない。何今の、え、何落ちたんだろう、全然わかんない。何今の、ちょっと待ってくれ、睨みつけてる、ちょっと待ってくれ、睨みつけてる、めっちゃ睨みつけてる、やば、もう怖っ。これ結構やばくない、いやこれマジやばい、だからマジやばい、だから今急いで取り上げてるんですよ。いやもう7ヶ月前のにこんながっつり映ってる、この距離じゃないと無理やろ。そうそう、それじゃないとダメなんだよ、ここにもう。カメラマンの位置的にもうここに顔がいないと、人が映ってないとダメだよ、ガチやばい。プラス全然顔が違うんですよ。ちょっと怖いこと思ったんだけどいいですか。はい、同じ顔だった気がすんだよ。いやー、だからね、あ、ほんとだ、俺は反射するとこまで達しないだけで同じ顔な気がするんだよ。お前一緒かもしれない、そんなことない。でですよ、調査班の方がもっと有能なことしてくれまして、暗いものを見やすくする光らせ方みたいなのがあるんですよ、はいはいはい、映像を、はいはいはい、それをやってくださって、それの比較映像まで作ってくれたんですよ。比較の画像があるんですよ。おお、もっと変わるマジ、そうすると、ちょっと見たい見たい。そちら、こちらです。これがこちら、はい、まあ、まずさっきのやつ、はい、さっきの目と、まあ、目、目、鼻、もう鼻もくっきりしますからね、マジで、形まで見えます。で、口ありますね、これ顔です。続いて、うわぁ、やばい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 、めっちゃ顔だよ、歴然なんすよ。いや、マジでやばい、めちゃくちゃしっかりしてお分かりいただけたでしょうか、でしょ。誰も分かりいただけただろうかって、こういうことですから。心霊番組は皆さん、ちょっとどうか僕らを呼びましょう。マジで、ほんまにすげえ、半端ないレベルの、もうマックスにあるんで、あ、まあ、なりましょうよ、皆さん、うん、テレビ業界に訴え、ヒランプライド先生、ね、YouTube に負けたなんてね、うん、もう思いたくないんでしょうけど。全然こっちは怖いもん、ね、正直、まあ、そうなんです、リアルだし。何が怖いってテレビと違って俺らそんな技術持ってないから、ガッチガチの CG 使ってなんか映像作ってる企業とはちょっと違うから、7ヶ月も温めないしね、辛さが気づいてるから。そう、本当にありがとうございます、ちょっと教えてくれ。いや本当にやばい、すごい昔のまで遡っていただいて、これはすごい、やっぱ調査班の凄さがまた明るみになる。いやそうね、今日使った、紹介した動画7ヶ月前のも含めまして概要欄にありますので、ぜひまた調査してみてください。皆さん怖かったでしょうか。いやー、やばい、やばいですね、ずっと半端ない、夏のゾです。ゾッとしたい方はもうこのチャンネルに来てくれたらね、 いつでもゾッとして少しでも怖かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。お願いします、お願いします。それでは次のホラーナイトでお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。バイ。バイ。ああやべ、今日負けた。今日負けた。